ヨッシーのちょいゴル。こんなところにボールが止まってる。やばいぞ。上げようとする意識です。上げようとする意識で埋めて、開いた状態でグリップしてきて終わりみたいなイメージで打っていくことが多いです。その方が刺さっちゃってダフる人もよく見かけるんで。次はね、つま先下がりの説明をしていきたいなと思います。つま先下がりで一番大事なのは足元とボールの、ね、高さの違いです。普通にね、平らなところで構えるとこんな感じで構えるようになると思うんですけど、これだとやっぱボールに届かないので、まあ、少しねスタンス広めにしていただいて、膝をしっかり曲げて腰を落とす、このねアドレスをまず作っていただくのが一つ重要になります。でもう一つがやっぱりね、この姿勢をキープしながらスイングを終えなきゃいけないので、ここに対して大振りをするようなことがあると起き上がってしまうので、ほとんどね下半身の動きというのは固めといていただいて、もうほとんどね上半身で打つような、まあ特に言う手打ちみたいな感覚ですかね、というような形で打っていただくと、このね膝の伸び上がりとか腰がね伸びたりとかっていうのが防止できますので、このね状態をキープしたまま振るというのがまず一つポイントになってきます。であともう一つなんですけども、先ほどね左足下がりの時にも、説明したことと似たようなことなんですけど、このライは自分の後ろ側がこう高くなっていて前が低くなっています。このライの関係上、クラブがインサイド方向からまた入ってくると手前に当たってしまってダフってしまうので、イメージとしては少し外から振ってくるようなイメージで、打っていただくと綺麗にボールに当てることができますので、アウトサイドインのねイメージを少し出して打っていただけるといいかなと思います。じゃあまずね一回打ってみたいと思います。ちょっとね距離はショートしてしまいましたけども、今みたいなイメージで、下半身をね動かさない、それとねあとアウトサイドイン方向から入れてくるというのを一つポイントとしてね押さえておいていただけるといいかなと思います。であとねもう少しねレベルの高い話でいくと、まあ、アウトサイドインでね振る関係上をまっすぐに構えるとやっぱりどうしても左にね引っかかりやすくなってしまうので、できる方はね、フェースを開いてみたりとか、そういった工夫していただけると目標方向に飛びやすくなると思いますので、そのあたりもね押さえておいていただけるといいかなと思います。ヨッシーのちょいゴル。はい、最後にねつま先上がり金子プロまたお願いします。はい、お願いします。つま先上がり、まあ、まずつま先上がりは左に飛びます。もう特にウェッジ、まあ、今サンドウェッジなんですけど、サンドウェッジとかこういうロフトの大きいクラブというのはこう角度がアップライトですか、これは、うん、アップライト、そう、まあ、つま先上がりなんでどんどんアップライトになるんですけど、アップライトになればなるほどこのフェースの面は左に向いてくるので必ず左に飛びます。なのでその分しっかりまず右を向くことが大事になってきます。で右の向き方はいろいろあるんですけど、まあ、からもう全部体も足も全部右に向けるってやり方と、まあ、フェースだけをちょっと開くとか、まあ、それは自分のやりやすい方法でいいと思います。で僕はこの状況ちょっとキャリーを出してグリーンまで打ちたいので、あんまり体は右には向けずにフェースだけをしっかりこう開いて右に向けるようなイメージでアドレスします。でさっきのつま先下がりの逆で、この状況はこうイメージはインサイドからクラブを入れてくるようなインサイドアウトで本当に右にこう押し出していくようなイメージで振るとボールに対して綺麗に当たりやすくなるんで、そういうイメージで打っていきたいと思います。ちょっと右行き過ぎちゃいましたけど、でもこのようにインからクラブを入れることによって多分劇的に振りやすくなると思うし、こうアウトから入ってくるとこの高いところにどうしてもク
クラブが先に当たってくるので、できるだけこの地面の低い位置からクラブを入れていくようなイメージで振ると打ちやすくなると思います。はい、以上です。あ、カメラ返されました。以上です。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今回はね、4種類のライからね、アプローチをね、僕と金子プロで交互に説明していくというね、動画の内容でした。まあね、やっぱり僕らでもなかなかね、うまくいくこともね、結構半々だったりするようなライではあるので、まあ、皆さんもね、今日、僕らねお互いに説明したねポイントをね押さえていただけることで、ミスがねどんどん少なくなってくると思いますので、ぜひね参考にしていただきたいなと思います。金子プロ難しいよね、やっぱね、はい、特殊なライはね、はい、もうグリーン乗れば OK と思って打つことがまず大事ですね。そうですね、ここでね、はい、ミスさえしなければね、はい、あのダボを取りとかねなることないと思うんで、はい、最低でもボギーというねラウンドがねできると思いますので、皆さんねぜひねご覧、ひどいな本当にとりあえずどこまで喋ったっけひどい。ちょっと待って、さあ行くぞ。で、今回のねこの動画の内容が良かったなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。金子プロ引き続きご協力ありがとうございました。ありがとうございました。もうね寒くて口が舌が回らないそれではさようならさようなら